皆さんこんにちは。こんにちは。いつもロイズアンティクス YouTube チャンネルご覧いただきましてありがとうございます。今日は青山店の方から、お送りいたします。今日は何を紹介してくれるんですか？今日はですね、デザイナーズ家具を中心に、結構トップピースに近いようなヴィンテージを5つ、5選ということでご紹介していきたいと思います。そういった家具の良さというか、そういったところをちょっと改めて、フォーカスしていきたいと思います。一つ目にご紹介するのは、こちらの CH29 番というチェアです。こちらは有名なデザイナーのお椅子ですよね。もう言うまでもないほどの方ではいますけど、アース・ジェ・ウェグナーの、プロダクトになります。これの特徴的なところってどこなんでしょうか？品番としては、CH29 番と呼ばれる型番なんですけれども、別名といいますか、通称ソーバックチェアと言われてまして、ソーバックというのが、いろいろな木工作業とかをする作業台の足が総ホースと言われる、何ですかね、小引き台っていうんですけれども、こういう足の上にこう台を置くような作業台が存在するんですが、そこの形から着想を得たという、スタイルになります。結構足が特徴的ですもんね。そうですね、飼育材のヴィンテージとかも存在はするんですけれども、こちらは多くの個体になるんですが、逆にオーク材はすごく、ソリッドな感じというか、このざっくりした質感を、とても楽しめるかなという感じです。結構仕上げとかも今ですね、いろいろな最後のフィニッシュがあるんですけれども、かなり、個体として、キャラクターが立っているというか、すごくかっこいい仕上がりなので、すごい木目が、そうですね、本当でも手触りとかも、すごいすべすべしてていいですね。めちゃめちゃ気持ちいい感じなんですが、このライトカラーのお椅子あんまりロイズでも見ない気がするんですけど、ライトカラーとかちょっとホワイト寄りの、どちらかというと、チークを、着色してもう少し、飴色みたいな椅子が多いので、すごく個性が光る一脚だと思います。2番目にご紹介するのはこちらのブルーノ・マットソンのイージーチェアになります。こちらのモデルが69になりまして、パーニラというお名前が付けられたチェアになります。これレザーが、すごい綺麗だなって思うんですけど、そうなんですよね、結構経年変化でレザーなので、やっぱ状態も、時間が経つにつれて悪くなっちゃうので、やっぱりこう修復のする、していく中でやっぱりこうパーツとかもどんどん変わってしまったりとか、結構ベルトって傷みやすくて変わっちゃいますよね。やっぱり結構そうなんです、ベルトが傷みやすくて、このモデルが割と人気が高くてたくさんあるんですけれども、あまりこう完品の状態で残ってるものって本当に少なくて、その中でこれはほぼオリジナルに近い状態で入ってきた、かなりコンディションもその中でもいい一台になります。彼 の、 デザイナーの、特徴っていうのはあるんですか？もともとこの人が、代々続くキャビネットメーカーに生まれて、結構伝統的な木工技術とかを結構早く若くして習得している方なんですけど、それに加えてこう新しい技術もかなり探求していた方になっていて、例えばこのラインとかですね。確かにこの、アームのラインもそうなんですけど、この足のラインとかも少し変わった、あまりこう木材でこんな曲線を出そうとはなかなか思わない。すごい横から見るとめっちゃ面白いですよ。そうなんですよ。すごい。こう前面以外のこの横からの側面のシルエットも結構ポイントになります。さっき椅子の名前を教えてもらったんですけど、
なんか女性の名前じゃないですか、もしかして、ね、まあ、結構裏話なんですけど、はい、裏話ちょっと余談でこのマットさんが、はい、モデルにこう女性の名前つけるのが特徴でいいですね結構有名なモデルの名前だと、うん、エヴァだったり、はい、うんうんうん、あったりして、結構その名付けるところからも彼の世界観が分かるんじゃないかな、うんうん、独特ですよね。そうですね、まあ、そういうのでもこのチェアにこうアイデンティティを持たせるような、うんうん、すごい女性だとすっぽりですね。すごい、なんかやっぱりこのラインが下にこう下がってるので、うんうん、お尻のところが沈む感じ、すごく沈んで、まあ、レザーもすごく質感がいいので、うん、なんかもう寝れそうな、そうですね、感じの、もうこれで映画とかも振り三昧で三昧で、うん、はい、3番目にご紹介するのは、こちらのチェアです、はい、デンマークのマーティン・ゴースクという、デザイナーの作品でして、うん、まあ、まず一目見て、はいはい、このフレームこんなの見たことないです。そうですね、まあ、もう最初のインパクトはとても大きなチェアだと思うんですけども、うんうん、はい、フレームをですね、リサイクルウッドといいますか、まあ、新たに切り出さずに、まあ、既存 の、うん、材料を、使って作っているという、コンセプトがありまして、まあ、ここはどっかで張り替えが入っているかもしれないんですけども、こちらもリサイクルレザーで、張り替えをしております。彼のデザインのコンセプトってことなんですかね。そうですね、リサイクルというか、まあ、きっとそういったものが根底にあって、はい、まあ、作られているんだろうなと思うんですけれども、うんうん、まあ、先ほどのウェグナーと同様なんですが、まあ、やっぱり木の質感は、はい、まあ、素晴らしくてですね、まあ、同じオーク材なんですけれども、まあ、またこちらもちょっと滑らかな、雰囲気が、あります。結構フレームがもう何よりもかっこいいっていう、ね、まあ、シンプルな感想がやっぱり似合うような、椅子でして、うん、まあ、とてもちょっと特別な空間作りには、うんうんうん、まあ、一役買ってくれるような、とても素晴らしい椅子だと思います。ここも実はあ、そうなんです、模した、はい、マークが、これがデンマークの、うん、国旗を模しているという、ものですね、はい、すごい、ちょっと座ってみてほしいです、はい、結構奥行きがあるのでどんな感じかなと思って。なかなか僕は身長が176センチとかなんですけど、大きめここ、まあ、もう最後にこう、はい、倒れ込むような感じなんですが、うんうん、まあ、場合によってはクッションなんか入れてあげてもいいですし、そうですね、ただ逆にこのロープ の、うんうん、この独特なやっぱりしなり感というか、またウェービングとか、はい、クッションとは違うような、うん、座り心地がありまして、うんうん、これはこれでまた一つの椅子として、はい、なんかとても楽しい感じかなと思います、はい、4番目にご紹介するのはこちらのハンス・ジェイ・ウェグナーソファーになります。はい、なんかウェグナーってファブリックのイメージがあるんですけど、レザーってすごい珍しいですね。そうなんですよね、結構ウェグナーはファブリックが多いので、はい、もう少し柔らかい印象のソファーになってるんですけど、うんうんうん、これはブラックレザーになっていて、結構エッジの効いたかっこいい一台になってます、うん、で、ゲタマというマットレスメーカーが作っていて、まあ、ヴィンテージらしい構造になってるんですけど、うん、中身がウレタンだけではなくて、はい、スプリング構造になっているので、あ、挟まってるってことですか。そうです、ウレタン、スプリング、ウレタンになっているので、うんうん、結構座り心地もやはり違うのと、うんうん、まあ、経年変化で結構すぐに、まあ、このクッションとかも柔らかくなってしまうものも多いかとは思うんですけれども、うん、これはかなり長く綺麗な状態でお使いいただけるかと思います、うん、
ちょっと張りがある感じの、うん、そうですね、座り心地ですよね。なのでこのレザーとかもやっぱり綺麗な、はい、うん、景観になってますね。結構ブラックレザーって傷つきやすいですけど。そうなんですよね。これは結構状態も、うん、まあ、いい経年変化の出方で、うんうんうん、味のある、はいはい、ちょっとかっこいいですね。そうですね、渋い感じの、渋い、そうですね、経年変化ですね。そうなんです、うん、ほんとヴィンテージの、うんうん、いい味は、味が出てるかなと思います。フレームは結構丸い感じの、うん、そうなんですよね、ものですね。結構あの有名なモデルで違う GE290 というモデルがあるんですけれども、はい、それは結構直線的なラインが特徴で、うんうんうん、こちらの G240 は全体的には柔らかいシルエットになっているのが特徴ですね、うん、でこのアームとかも、はい、葉巻の形に似ていることから、うんうん、シガーチェアなんて呼ばれたり、そういう相性、うん、相性があるんですね。はい、そうなんです。で 裏ってどうなってるの？見ちゃいますか。あ、見ちゃいたいです。裏がこんな感じの、意外となんかベンチっぽい、かわいいですね。そうなんです。このやっぱ木材のこのラインが、うんうんうん、ちょっと前面の雰囲気でギャップがありますね。はい、あって、ちょっとこうお部屋の中心に置いてみたり、うん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 、中央にこうちょっと置いて裏面を楽しんでいただければなと思います。5番目に紹介する家具は、こちらです。はい、デザイナーズというわけではないんですけれども、スウェーデンのアルバーツティブロという工房がありまして、うんうん、そちらのコーヒーテーブルです、はい、あのとてもスタイリッシュなデザインが、うん、あのいい感じな一台なんですけれども、足が細いですね。足がめちゃめちゃ細いのとスタイリッシュ、本当その角度で見るとあのもう、あ、薄いですね、確かに浮遊感というか浮いてるような感じで、うん、めちゃめちゃ綺麗なディテールだと、はい、思います。まあ、あのご存知の方はなんとなくちょっとGプランのフレスコシリーズなんかを彷彿させるかもしれないんですけども、まあチークの天板とあとは縁取りを少しトーンを変えたチークの向きで組んでいて、うんうん、まあ、輪郭がはっきりしてすごく綺麗かなという感じでしょうか、うんうんうん、で、裏面がですね、ここに、はい、ちょっとこんなスタンプが残っていて、はい、多分まあ当時 の ロットを何か表現するものだと思うんですけども、64年3月10日日付も書いてるんですね。なんかこういったのはとてもなんかヴィンテージのワクワク感をそそるポイントかなと、うんうん、そうですね、はい、思います。まあテーブルとしてどうなのかというと、ちょうど先ほどベグが紹介してるんで、はい、こういった感じで、あ、ぴったりですね。すごくバランスがいいと思います、うん、まあこのソファーがだいたい1700ミリぐらいなんですけども、はい、まあすごく収まりも良くて、うんうんうん、まあ3シーターから当然2シーター、はい、あの結構幅広く使えるかなっていう感じですかね。じゃあちょっと高さバランス、ね、どんなものか、よろしければ堀越さんよろしければ座ってみてください。多分一番分かりやすいかなっていう感じ。これが41センチの、うん、天板高なので、あ、ちょうどいいですね。とても汎用性が高いというか、うんうん、いろんな家具にマッチするかなという感じですかね、うんうん、ちょうどいい感じの、うん、高さもあってコーヒーとかもすごい楽しめそうな。そうですね、はい、結構コーヒーテーブルってソファのシート配と同じぐらいにするとバランス良かったりしますよね。基本的にそのあたりがやっぱり一つの目安になってくるので、うん、まあこのマッチはバッチリですね。はい、ここはすごくいい組み合わせなんではないでしょうか。はい、本日は、デザイナーズ家具、デザイナーズ家具中心に、ご紹介いたしましたけれども、いかがでしたでしょうか。まあ、これからも、こういった、まあ、デザイナーズピースというか、はい、まあ、一品と言われるようなものの、入荷予定もございますので、まあ、ぜひ楽しみに、お待ちいただければと思います、はいはい、あの今日紹介した、家具の詳細は、概要欄に全部、情報を貼っておきますので、はい、まあ、サイズですとかプライスですとか、うんうん、ぜひぜひ、確認いただければと思います、はい。
います、はい、まあ、気になるものがありましたらお気軽に、お店の方でも、お問い合わせいただければと思います、チャンネル登録と高評価お願いいたします。お願いします。次回の YouTube もお楽しみに。